よし、じゃあ行こう。クリスマス特訓、完走おめでとう。お疲れさん。どうだった？どんな結果が出たやろか。結果が出たやつもおる。出らんかったやつもおる。出らんかったやつでも、昨日の自分よりもね、バカになりましたってやつは、多分いない。そしてやってよかったと、思えてるんじゃないだろうか。これだけやったのにって、結果が出なかったって。それもあるかもしれん。でもそれはまた問題との相性が悪かったんやけ、またちょっと気力があるやつはもう一回やれ。もう一回。俺を信じてやってみてくれ。漢文の時と一緒よ。一日死ぬ気でやったら、漢文特訓でね、6割超えるよって言ったよ。ねえ、超えんかったらどうしたらいいんですかね。もう一回受けてみて。もう一回、ダメだったらもう一回受けてみて。3回くらい受けるとね、やっぱ超えるんだよ、実際。どんだけ受けてもね、超えなかった6割が。あれと一緒よ。今日一日やって、こんだけやったって。なるならね、絶対に、しっかりと、やっぱりこう、いい結果が出せると思う。それでもダメならね、明日の朝もう一回ね、復習してね、やってみてくれ。とかもしくは今日、点数が逆にね、すごく良すぎて、不安ですって。なあ、また明日、しっかりと復習して、もう一回またチャレンジしてみ。それが、本物だったかどうか、その手応えをね、また感じてほしい。そしてね、結果、それでも結果が出ないっていうやつもいるかもしれん。じゃあそういう時はね、このブログに来て、コメントを見て、あーって、他の人たちはいっぱい伸びてるなって。同じ高校生よ。で、同じようにね、15時間やって、お互いメールを交換してね、お互い心が通じ合った仲間だよ。他の奴らもいっぱい伸びてる。だから自分もきっと伸びるって。過去のクリスマス特訓、みんないっぱい受けてきた。そしてみんながいっぱい結果を出してきた。偶然お前だけが結果が出ないのか。偶然自分だけがダメだったのか。その方がありえないだろう。きっと結果は出るよ。そして、一番の結果は何かって点数じゃないんだよ。点数じゃない。一番の結果はね、この15時間、人間の限界になるまで自分を追い込んでやったっていうこと。やりきれたっていうこと。部活をしてる奴らはね、よくわかるよ。部活なんかね、どんだけやってもね、頭なんか1ミリも良くならない。俺もそう。ソフトボールの鬼だったけど、ソフトボールのために全てを、諦めた。勉強ずっとしなかった。でもその俺が、なぜ勉強という分野に切り替わった時にね、同じようにソフトボールと一緒で一生懸命頑張れたかって。それはね、勉強してた時、ああって、確かにね、俺はバカだったよ。教科書の書いてあることもわからなかったし、そういう進学校じゃなかったから、自分で教科書で習わない範囲があるから、自分でやらなきゃいけない分野もあった。ね、数学、1A、2B、2B なんかやらないんだから。科学とか400ページのうち120ページしかやらないんだから。でもね、ソフトボールで死ぬほどやってきた。だから、俺が最初に感じたのはね、勉強楽だなって、筋肉痛にもならないしって。ね、息切れもしないって、楽だなって。ならできるぞって。お前たちにそれを感じてほしいの。クリスマス特訓で得た知識であることよりも得た経験をとても大切にしてほしい。自分がやりきったということと、そしてそのやりきった経験を手に入れたということ。人はね、一生懸命頑張った経験があると強いんだよ。だってね、今日すごくきつかった、大変だったってあると思う。でもね、やりきった経験を持ってるとこれからね、大学、もしくは、いろんな仕事について、資格の勉強であったりね、いろんなことを勉強していく。その時にね、ああ、きついって、ああ、自分は無理だって。仕事でもそうよ。うわーって、全然終わらないよ、もう無理って、人間の限界超えてますって。極限になった時にね、でもって、でもって言えるんだよ。もう無理だって、しんどいって、大変だって。でも俺は、あの時クリスマス特訓を乗り越えたよねって言えるんだよ。その俺ならできるって。あの時ほどきつくないって。だから、クリスマス特訓をこれだけやりきったから、これ以上、苦しいことがあったら大変だけど、少なくとも今日と同じぐらいの苦しさは乗り越えられる。勉強でね、資格の勉強することがあるよ。でも、1日15時間徹底的にやって頭にもぎゅうぎゅうに詰め込んでって、この経験をしたならね、お前たちならできる。どんな資格でも大概取れるよ。資格は基本暗記が多いからね、暗記がメインになるから。そして大人になっての仕事もそう。考えながらやることも大事なんだけど、技術とか能力は繰り返し反復することで培っていく。だから気合とか根性がものすごくね、お前たちの、なんていうか背中を後押ししてくれるんだよ、この経験こそが。大学入って。大学入ったらね、いろんな夢を持ってその大学に来るの。例えば教育学部って言っても同じ先生っていう中でも、一人一人ね、俺はどんな先生になりたい、私はこんな先生になりたい、いろんな夢を持ってる。
俺も理科の先生でそうだった。理科でね、どんな難しい問題でも解ける先生になりたいっていうやつもいたんだよ。でも一方で俺は、そんなのね、難しいのいっぱい解けるよりか、理科が嫌いなやつがね、理科を勉強してよかったって言えるような授業にしたい。俺はそっちにした。好きなやつは好きかって自分で勉強するからね。ね、いろんなもんがある。逆に、俺はね、その、理科、そういうやつもおれば中には、理科嫌いがね、生まれてもいいんだと。その中の、光る原石がいたらって、ノーベル賞をそこから育てるって。それもまた一つの正義だと思う。だから、いろんな先生がいてほしいの。ね。てか、いろんな自分の中の正義があるの。夢があるの。でも、先生っていう枠組みだから教育学部って一つの学部にまとめられる。で、みんなで同じ授業を受ける。ということはどういうことかって、みんなね、一人一人夢が違うのに同じ学部で同じ授業を受けさせられるの。ならね、絶対に自分の夢にとって 100% 100点の授業を受けれるかってそうじゃないんだよ、絶対に。だからこそ自分で勉強しなきゃいけなくなる。大学になったら、大人になったら自分でこれ大事だなって思った勉強しなきゃいけなくなる。これの資格あったらいいなって思う資格を取らなきゃいけなくなる。みんなが遊んでる時にだよ、サークルでわーって飲んでて楽しいって LINE で回ってきた時、ね。バイトでやったーって今月ね、10万超えるぞっていっぱい稼いだぞって言ってる時、ね。で友達とおーして告白したら OK もらったぞって。そんな LINE を見てる時、でもね、ぐっとこらえてね、勉強しなきゃいけない時が来るって。その時にね、どうせやっても俺なんかって言うやつと、いや俺はあの時やれたんだからきっとできるって言ってやるやつと、全然違うんだよ。本当によく頑張った。本当によく頑張ったね。俺はね、運命を感じることがある。特に今年はそれを感じた。最初からさ、大吉が出るんだよ。何回引いても大吉が出るんだよ。そして一番、ね、実は3回で、おみくじを引いて3回でも、大吉が出て、うん玉投げたら、うん玉で偶然スポッて入って、で、陰陽師のね、あの、運のいい道っていうのをね、ラインをパーって引いたとき、群馬と三重と熊本がね、そのラインの上にあったんだよ。ね、今年の運はね、気色悪いぐらいあるんだなって思ってたらね、年末にはやっぱりいろんなことがあった。今はちょっとまだ言えないけど、車の故障もね、今思うとね、そういうことだったのかなと思う。本当にね、今年一年はね、運命を感じる年だったと思う。そしてその年にお前たちがこうして俺のウェブ玉を知り、クリスマス特訓を知り、そして自分の中で決意を持ち、こうしてやり抜いたこと、これがお前たちのね、運命に影響しないわけないと思う。本当に。しかも今年はね、本当に気色悪いぐらい運が良くて、なんていうのかな、その俺の周りにいるやつにも運がいっぱい移っていったんだよ。あいつの周りにいるとなんかいいことあるぞみたいなね、そう言われるぐらいね、なんかね、招き猫的な、金運のね、玉先生だったよ。だから、本当にね、こうして今お前たちがクリスマス特訓をやりきったということはね、このラジオを聞いてるということは、何かね、あるのかもしれない。わからんけど。なくてもいいんだよ、別に。全然なくてもいい。お前たちは、俺の運なんかなくても、やりきったんだから。そして、それがこれからお前たちの経験になる。一生の、苦しい時に言えるんだ。でも頑張ったんだって。でもあの時やれたんだ。だから絶対できる。子供が生まれても言えるよ。お父さんはねって。お母さんはねって。やったんだよって。夢のために一生懸命やったんだよって。あんたは私の子供だからあんたもできるって。ね。ウェブ玉がずっと潰れずに残っていってたら、お前たちのコメントも残ってるかもしれない。アメブロが潰れちゃうかもしれないけどね。わかんないけど。お前たちが大人になってくる頃にはブログもなくなってるかもしれない。わかんない。でも、ずっとね、その思いは残ってると思う。一生。だからやりきったことがね、何よりお前たちの最高の経験になったんじゃないのかな。今だからね、お酒を飲んでおります。メリークリスマスっていうことでね、もう26日になったんだけど。お前たちにとってね、今日がどんな日になったのか、人生を変える日になったのか。きっとね、たった一日でこれだけできるんだから。その一日一日が積み重なって受験まであと何十日があり。ね。だからこの何十倍も成長できる。そして死ぬまでに何千日、何万日ある。どれほどお前たちはね、大きい人間になるのか。それが本当に俺は楽しみだよ。今日はね、ほんとちょっと一緒にはやれなかったけど。だからね、俺は言えないんだよ。俺はお前たち何をやってるんだって言えない。
だって、お前やってねえじゃねえかよって言われてね、あ、そうっすねってなる。でもお前たちは、それを言う必要がない。これを聞いてるということは、やりきったということだと思う。そして結果を出せたということだと思う。そして報告にもね、嬉しいこともあったと思う。悔しいこともあったと思う。これからの課題もあったと思う。いろんなことをね、書いてみてほしい。そして、その言葉がね、希望なんだよ。わかる。だからね、いろんなね、ことをね、書くな。読んだ人がね、希望を持てるようなことを書け。悔しいこと、ダメだったこと。それはね、自分の中で、自分に言って、そして今日が受験じゃないんだから、本番じゃないんだから、本番の自分に、で、同じことをしないように、明日から生まれ変われ。てか、まあ、もう今日だな。26日から生まれ変われ。本当にね、お前たちの報告が、どんな報告が来るのか、まだこのラジオ撮ってる時は12時回ってすぐぐらいだから、さっきちょっと、後ろで流れたのがわかるかな。12時のサイレンなんだけど、アラームをかけてさ、お前たちがだからどんなことをこれから書くのかがわからないけど、これからまたね、クリスマスのイラストを書いて、楽しみにしてるよ。あ、ちなみにね、これは全然関係ないんだけど、お前たち LINE はしてるのかな ?LINE スタンプをね、クリスマスになったんでね、あげといた。せめてものね、クリスマスプレゼントでみんなが LINE してるわけじゃないだろうけど、あれね、結構個人情報が漏れるということだったんで、あんまり俺もやらないんだけど、まあ一応ね、なんか、スタンプとかあるとね、やりたくなるんだよ、俺は。なんでも、オリジナルグッズとか好きだからさ。だからまあ一応、やったから、興味がある人はね、玉先生で検索すると出るから、まあ、まあ見てみてくれ。とにかく、今日はお前たちと、なんていうかな、お前たちの頑張ってる様子がさ、一行コメントとかメールとかを見てて、すごく感じれてよかった。お前たちがね、しっかりと、やり抜いたからこそね、俺は運命は変わると思う。さっき運命という言葉を言うた。少し、もう、でもね、俺はまだ未来は決まってないと思ってるんだよ。まだ未来は、お前たちが合格するのか不合格するのか、まだ決まってないと思う。もう受験は間近だから、まだ決まってない。その本番の本番まで、今、このままだったら、わかる、今ここにタイムマシンがあってさ、このままタイムマシンパッて未来に行ったらさ、落ちてる自分がいるかもしれない。でもね、まだ決まってない。その未来を俺は変えることができると思う。これからの何日間かで。そしてもう一つ、しっかりとやり抜いて、苦労して、そしてやり抜いた後にね、自分の道を進んだら、せっかくそこまでして手に入れた道だからこそ、バカな使い方はしないと思うんだよ。大学行ってサークルとバイトに明け暮れてね、大学4年になったら気づいたら就職でしたって。そんなんでどうする。自分で資格を取り、自分のなりたい夢のための努力をする。そうであってほしい。今日ね、いとこのやつがいてさ、いとこっていうか、まあ、小学生なんだけど、その、いちご農家の息子とさ、買い物行ったんだよ。そいつは、その、お姉ちゃんが洋菓子の、なんて、お店を出したいって。で、俺は和菓子のお店を出したいって。親がいちご農家だからさ、そのいちごを使った洋菓子と和菓子のこう、混ざったようなものを作りたいって俺にさ、なんかいろんなお菓子の話をするんだよ。頑張るぞみたいな。小学生で。そういうものだと思うんだ。自分で思い描き、こうだったらいいな、こんな未来を生きたいな、そんなことを思いながら頑張っていく。お前らはウェブ玉塾生だからな。今日のクリスマス、報告が宣言であるように、合格するぞって、夢叶えるぞって、大学行っても遊ぶのも目いっぱいするけど、資格とか勉強も頑張るぞって、大人になってね、夢叶えるぞって。そんなね、場所であってほしい。そしていつか、ここに書いた、このコメントに書いたものが、本物になるように、すごく楽しみにしてるよ。てなわけで、2014年、クリスマストック。本当に。頑張ったな。お前たちのコメントを読みながら、今日終わるとしよう。それじゃあ、メリークリスマス。おやすみ。それじゃあまたな。